あのさ、ふと思ったんだけどさ、なんかなんかの得点でいいからさ、うんはい、いつもは、ね、山下くんと僕というかさ、キャストがラジオしてるわけじゃない、うん、そうですね。キャラクターがさ、いはい、ラジオやったらどうなるのかなキャラクターラジオ、まあ、我々の場合はね、緑屋と轟になるわけですけども、はい、どんなトークが繰り広げられるのかってあー。どうなんでしょうね。<laughs> 例えば、緑屋ってか、デクと轟くんだと、うん、どんな感じなの とどろきくんの個性はさ、やっぱり、反例反年だから、あなたらかららからずっと喋って、なんか、一切喋らずに終わりそうな感じもありますね。じゃあ次のコーナー行くか。淡々と粛祝と、淡々と粛祝と、読めって書いてあるから。まあそれ同時に気になるのが、とどろきと、エンデバーですよね。あショートショート ラジオが始まったぞそうだなすかしまくるっていういや聞いてみたいねあ他の組み合わせもねいやまあデクとかっちゃんもねラジオにはならないですマイクがもうハウってハウってしょうがないまずたまに爆発音とか聞こえるめてよ っていうある共感の <laughs> いやーこれね何かでちょっとやってほしいですね <laughs> 確かに面白でも本当にちゃんと組み合わせができる、ね、ところが少ないなってちょっと思いました、うん、あの雷君と峰田君だったらたなんかもうずっとピーってなってずっとピーっていう話いやそれもそれでね <laughs> 短い、そのこう、なん、ちょっとの尺でいいから、いろんな組み合わせで、詰め合わせで聞いてみたいね。いいですね。楽しそう。ちょっとこれいかがですかちょっとね。ありなんじゃないですかいいねみたいな。この、ちょっと待ちたプロデュース企画。監修。ちょっとなんか、いい、いいじゃないかその話ってなってくれてるんでね。いつか実現したらね、嬉しいですね。嬉しいです。ぜひぜひ。その時はぜひ聞いてください。ね。楽よろしくお願いします。ということで、タイトルコールいきましょう 僕のヒーローアカデミアラジオオール、う二人なの二人だ <laughs> <laughs> 僕のオ<お>ール緑屋ごめんなさい緑屋 <laughs> いきます <laughs> 僕のヒーローアカデミアラジオ <laughs> <laughs> オールワイトニッポン <laughs> <laughs> プルトラー <laughs> 緑 <laughs> ですプルトラー登録者特約の加治木です。<laughs> ちょっと待って。これ今 <laughs> ラジオこれ始まり方っていつもと違うんですか今までのパーソナリティーと。不主 <laughs> じゃないよ。不 <laughs> 主じゃないよ。これ,これ今これ回ってるからね。はい。二 <laughs> 人でこのオールマイト日本も言ってたんじゃないの。<laughs> 一期も二期もずっとそうでした。な <laughs> んで俺に委ねた。<laughs> <laughs>